抱きしめられて言えずにいた言葉は春のサンシャイン今もまだこの胸に ho, ho!ということでですね、はい、ありがとう TV ジャックさせていただきました、あの石丸浩と申します、よろしくお願いします。はい、今日は2月27日ですね、20時、いつもの神田淡路町のスタジオからお届けしておりますけれども、今日のゲストはハッピーわこちゃん、イエーイやったーやったイエーイということでですね、はい、その合言葉のハッピーわこちゃん、はい、はい、ラフターヨガ、はい、今回2度目出演させていただきます、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。私ね、はい、去年6月に、はいはい、マレーシアに行きまして、はいはい、元はニコワコっていう名前だったんですよ。でもニコワコっていうとニコの説明からね、長いから、なるほど、ハッピーにしたらみんなすぐ覚えてくれた、ハッピーワコ、なのでハッピーワコです。で皆さん私の名前を呼べば呼ぶほどハッピーになっちゃう、そういうことですね。なので今日ヒロシさんにもはい、はい、いつもお世話になっているので、とんでもございません、お名前のプレゼントしたいと思います。私石丸ひろしですけども、はい、プレゼントラッキーひろし、お、どうですか、ラッキーひろし、どうですか、これからますます運がついてくると、そうです、ありがとうございます、はい、イエーイということで、あのまずあのラフターヨガの説明をですね、多分この番組しか見れてない方もいると思うので、はい、簡単に説明いただけるといいですか。そうですね、簡単に、はい、3月13日に、はいはい、ラフターヨガは、はい、なんと22歳、まあ、22大学卒業ぐらいのね、はい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 、あの年になりまして、うん、今まではなんかなんだろうみたいなね、うん、人も多かったんですけど、はいはい、お医者様ですとかあのいろいろな研究者がですね、笑いヨガについて説明研究をしてくれて、うん、認知されて、はい、なんとなんと、はい、今年、はい、6月には、はいはいはい、ドイツフランクフルトで、はい、第1回、はい、世界大会が行われます。笑いヨガの、笑いヨガの、そうです、すごい、世界から500人笑いヨガのプロですね、ほうほうほう、まあ、笑いのちょっと怪しい人たちかもしれないんですけど、はい、もうすごいプロフェッショナルが500人世界、多分20カ国以上集まりまして、はい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 、で日本からも5人ですね、うん、登壇しまして、はい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 、スピーチをするということで、うん、はい、笑いヨガっていうのはなんか笑うんですか。そうですね、笑、ちょっと手を出してやると、うん、はいはいはい、笑いの体操と、どうぞ、はい、笑いの体操とヨガ的な深呼吸、ヨガ的な深呼吸、これが合体して、お、笑いヨガ、ヨガ、英語ではラフターヨガって言います、イエーイ、そういうことなんですけれども、ヒロシさんも実は体験してますよね、はいはい、去年の秋に実は体験してる、どうですかその時。いや、すごい面白かったんですよ、なんですかね、とにかく笑う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 みたいなね、はい、踊る歌うみたいな、踊る歌で、なんかそれを通じて、はい、なんですかね、なんか感覚が繊細になってきたりとか、単純に楽しい気持ちになったりとか、なんかいろんな心がほぐれたりとか、うん、なんかそんなことが僕はすごい体験としてはあって、うん、なんかね、とまず一個はとにかく楽しかった、うん、それいいですよね、うん、とにかく楽しいことですよね、そうですね、楽しくなると笑うとエンドルフィンって言ってね、うんうん、幸せな幸福ホルモンが出てきて、うん、すごく癒されたり、うん、本当に痛いところもちょっとね、うん、良くなっちゃったりとか、すごい、うん、なんか楽しいことがいっぱいありますよね、うん、ありました、ありました、また笑いましょうね、はい、ぜひぜひ笑いましょう、笑いましょう、はい、はい、で今日は、うん、なんかドイツから、うん、ゲストがドイツからあ、ドイツからじゃないですね、ドイツからですね、ドイツからではないんですけれども、ね、あのそのツアーをドイツに行くためにツアーを今私企画しまして、はい、でどうしたらいいんだろう集客と思ってたら、うん、ホームページは作れるし、うん、集客のプロの、はい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 、笑いヨガのやっぱり仲間で、はい、ラフターアンバサダー笑い大使というのを私もいただいてるんですけど、はい、その同じタイトルを持っている池ちゃんが今日はピョンって来てくれる、なんかね、ラクターヨガするとテレポートもできるらしい、ね、うん、もうできるんですよ、ね、一瞬でちょっと呼んでみましょうかね、そうですね、はい、じゃあほっほっははで呼びますね、3、はい、ほっほっははは、ほっほっはは、
きました、池ちゃんこと池田信子です。よろしくお願いします。急に、ね、急にありがとうございます。なんか感じてピッと来ちゃったんですか。すごい、いやじゃあなんかわかんないでしょ、どこに来たんだか、ね、いきなり来ちゃって、ね、すいません、ありがとうございます。本当に今あのラフター英語の話をしていて、はい、でちょうどそのなんか全国世界大会があるという話なので、ちょっとねその話を、こんな字なんかこう書いちゃったりしたんで、はい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 、ね、はい、第1回ラフターヨガ世界大会、英語では The First Global Laughter Yoga Conference というのが、うん、6月に行われます。で、いきちゃんがね、もうわあのホームページとか作ってくださって、あのいろいろ説明できるかと思うんですが、いきちゃん今日初めて登場なので、はい、自己紹介をお願いできますでしょうか。池田さんの紹介お願いします。はい、はい、うん、ラフターヨガティーチャーで、はい、ラフターアンバサダーというあの発表子さんと同じ話題大使をしてます、はい、池ちゃんです、はい、今年からですね、うん、東京と長野市を中心に、はい、全国でいろんな笑ってる笑ってる活動をしてます、はいはい、ハッピーハートラフターヨガクラブというのと信州ラフターヨガクラブというのを主催しています。ハッピーハート、ハッピーハート、そこにもハッピーが、ハッピーです、やっぱりハートですね。はいはいはい、すごい。それはあれですか、どういう活動になるんですか。リーダーを育成するとか。リーダーを育成をしてるんですけれども、うん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 、ラフタークラブというのは、うんうん、その地域の皆さんが気軽に来れて笑いヨガをできるっていうところ。うん、なんですね。なのでどん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 気軽に来て、まずは笑いヨガの楽しさとか、はいはい、そういうのを知ってもらうのはいいなと思ってますね、はいはい、じゃあ今少しずつこう笑いに通して健康だったりとか心が整っていったりする方々が今増えてるみたいなことなんですね、うんうん、ね、ほうほうほう、ね、じゃあそんな池ちゃんからその世界大会のお話を少し聞きたいんですけど、はい、お願いします。はい、はい、事務局をやっていきたいですね事務局、はいはい、今回ですね、このつながりラフターヨガ in ドイツツアーという名前で、うん、あのツアーをハピワコさんと、はい、あとみっちゃんというあの、うん、方と、そしてジュリちゃん4人で企画をしました、うん、もうとにかくツアー行くっていうことだけじゃなくて、もうどんどんこの笑って笑顔のツアー、つながりがどんどん広がっていくっていうことを意識しています。で、期間は、6月21日から29日までなんですけれども、はいはいはい、ここの期間の中で、その世界大会っていうのが行われるんですね、はいはい、どんな大会なんですか。もうこの基調講演は、はいはい、チャーリー・チャップリンのお孫さん、ローラ・チャップリンさんが基調講演をされるんです。さらに世界からそういう活躍されている方々がプレゼンをするんですね。ラフターヨガの関わってる方々が世界中から集まってくるんですね。そうです。で、公用語っていうかその会場はドイツ語と英語だけなんですね、うん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 、でツアーではなんと、はい、今お話紹介していただいた森岡美智さんというのはプロの通訳師でもあり、はいはい、ラフターヨガでもトップレベルのマスタートレーナーっていう、うん、お会いしてますよね。そうですね、はい、で彼女がもう通訳も本当にボランティアでさせていただきますということなので、うん、通訳付きで行くことができます。その会場でドイツ語と英語で何言ってるのか分かんない、もったいないじゃないですか。そうですね、うんうんうん、そういうね素晴らしい通訳をしてくれるので、うんうん、私たちはそこで世界中の情報を学ぶ、そういう素晴らしい機会にもなるんですよね。で日本からも5名、はい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 、スピーチをされますので。そうなんですね、はい、そうなんですね、はい、あれですか、そのツアーということはその大会もありつつ他もなんかいろいろ。そうなんです、はいはいはい、その企画をしてくれたのが発表会です。それが去年のちょうど今頃ですね、うんうん、
会った時にね、フッサというところで会ったんですけど、うんうん、私実は夢があるのよって、うん、昔ツアーコンでヨーロッパよく行っていたんだけど、うんうん、今行くことがないんだけど、うんうん、笑いヨガの仲間と一緒に行けたらいいねって話したら、ひけちゃんがもし行くんだったらドイツ連れてってで、まだこの大会が決まってなかったんです、その時、うん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 、私たちまるで予知力が、ね、能力があるかのように、うん、で今回あるのよって言ったら、ぜひぜひ一緒に連れてって、で手伝うことないって、うん、もう彼女から自分で手伝いたいって言ってくださって実現します、うんうんうん、でドイツといえばライン川、はい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 、でライン川下りの遊覧船に乗ります。そしてその後ハイデルベルクといって、うん、あの古城のあるとこですね、うん、学生の町で有名なんですけど、うん、そこから古城街道を少し走ってローテンブルクという町ですね、うん、もうすごい素敵な町で、こうワイングラスのようなあの形、城壁のがもっとあったところなんですけど、そこに泊まることができ、うん、でその後はあのフュッセンというところまで行って、うん、であの翌日はノイシュバンシュタイン城っつって、ねね、あのお城、お城、シンデレラ城でしたっけの元になったって言われてるんですね。なんですけど、まあ、それをあの私が思い出しながらご案内をさせていただいて、はいはい、そうですね、もともとねツアーをいろいろ企画される会社でお仕事されてたんですね、はいはい、そうですね、はいはいはい、でなんと行きは、はい、羽田から、はい、フランクフルトまで直行便で行きまして、はい、帰りはミュンヘン経由で羽田で帰って、広瀬さんもよかったら一緒に行きましょう。はい、ぜひぜひぜひ、はい、お願いします。すごい、うん、そんな感じです。じゃあそのドイツを堪能しつつ、うん、その笑いヨガの仲間たちがみんな集まって、うん、そして世界各国から来る素晴らしい人たちのスピーチを聞ける、しかもちゃんと日本語で翻訳されるっていう。そうです、そうです。そしてなおかつもうお友達になる、なれます。で私も一生懸命今からのフェイスブック上でお友達を探し、一、はいはい、人はもうウィーンに住んでいる、はいはいはい、あの身長2メートルにあるね、はいはい、男性なんですが、はいはい、その方は画家であり、うんうん、ラフターヨガ のマスタートレーナーですけど、はいはい、その方と現地でお会いしていろいろお話したりしようねっていうような、なので世界中のお友達ができるチャンスがあります。これはあれですか、笑いヨガを体験してなくても参加、誰でもできます。誰でもできるんですね。はい、で今20席だけあのまず航空の方は限定で、ね、あの、はいはい、集めていて、はいはい、もしあの今月中にもバーッと集まってくるようだったら、うん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 、席を増席できるかもしれないということなので、ね、10人ちょっと来てますね、はいはいはい、これはあれですか、あの申し込みたい場合はどうしたらいいでしょうか。はい、はい、申し込みは、はい、こちらホームページとかの申し込みフォームか、うん、または、ファックスでも受け付けてます、うんうん、だからその詳しくは、連絡をいただければ、はい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 、じゃあ連絡先をご案内させていただきますので、はい、連絡先、まあ、ありがとう TV YouTube で、ね、そうですね、またこの辺に あの案内が出るかと思いますので、はい、多分テロップじゃなくて YouTube のコメントか、あ、検索するにはどうしたらいいですか。なんか検索できたりしますか。Facebook もイベントページがあります。あ、はいはい、なんていう名前で検索したら、ラフターヨガ世界大会、これももうつながり、ラフターヨガ in ドイツツアーです、ね、あ、で調べていただくと、はい、はいはい、あるそうなので、はい、調べてみてください。お急ぎくださいませ。お待ちしておりますまだ話したいんですけれども、はい、次のですね、時間があるようなので、ありがとうございます。またテレポートしてですね、はい、テレポート、いや、変わり身の術らしいんですけど、次はね、変わり身の術、はい、どうもですね、次はその自供術というなんか新しい技術についてですね、技術かどうかも分からないけど私は知らないんですけどについてですね、あの話していただくですね、はい、あの西澤美穂子さんという方がですね、あのいらっしゃる予定なんですけども、はい、ちょっとここまたテレポートでラクターヨガでね、はい、変わっていただければと思いますので、はい、一旦ですねシュワッチと言っていただければと思いますんで、はいはいはい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、シュワッチ、すごい、いなくなった。あれ、あれ、じゃあちょっとまたほほはで呼んでみましょうかね。呼んでみたらいいですかね。ね、はい。ほほはははほほはははほほはははイエーイ、みほちゃん。みほちゃん。おお、あれ、あれ。すごい、こんにちは。こんにちは。どこ西澤美穂子さん。はい。また西澤美穂です。こんにちは。美穂子さんもラフターヨガの。
はい、ラフターヨガ私も、はいはい、されてるということで、はい、やっぱラフターヨガされてる方は皆さんテレポートできるんですね。そうです。すごいですね、本当ね。なんかちょっと怪しくね、大丈夫、怪しいものじゃありませんので。どう考えても、編集なんでね。ですね、はい、ネタバレも一つですね。はい、じゃあ少しあの美穂子さんのご紹介もできればと思って、自己紹介を少しお願いします。はい、はい、西澤美穂子と申します。はい、年齢は秘密です。はい。はい、ご想像にお任せいたします。はい。はい、私は自供術、はい、ザン、はい、あの健康体操なんですけど、ほうほうほう、の指導員をしております。ほうほうほう、はい、ね、この間バコさんにもちょっと体験していただいたんですよね。うん、で今日は一緒に来ちゃいました。来ちゃいました、はい、ちょっとだけ私から話させていただきますね、はいはい、私実はお正月、普段めちゃめちゃ元気な私が2週間声は出なくなるわ、喉は痛いわ、右下半身の右部分が痛いし走れないし、私このまんま こんな感じでずっと寝たきりになっちゃうのかなぐらい、あの元気いっぱいの私が気弱になったんです。やっぱ健康って大事だなって、笑うだけでもないのかななんてちょっと思っていたと、あ、そうだ、美穂ちゃん自供術っていうのやってたななんて思って、ちょっと元気になりたいなと思って、でフッサで ね、はい、あの講座をしたらとても調子がいいんですね。それでなんかせっかくすごいいいものなのでお伝えしたいなと思って、はい、なんか戦前はなんか小学校でみんなやっていたものだったそうなんで、じゃあそれがまだ受け継がれて今、あ、そうなんです、これは掘り起こされたんですね、はい、ちょっとどういう歴史があるんですか、はいはいはい、これ戦後ちょっと下火になってしまう、西洋から体操、はい、ラジオ体操などが入ってきて、はい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 、で一時ちょっと下火になってしまったんですが、それを発掘してくださった方がいらっしゃるんですね。あのその方が私がやっている公益社団法人、はい、自供術普及協会、はい、あの文科省からもきちんと、はいはい、認められている協会なんですけれども、ここで私はあの教えていただくことができて代表に出会ったんですけれども、その方がね、今は会長が久保英子さんという方なんですけども、はいはい、この方のご両親、はいはい、近藤義郎先生、ほうほう、あと幸男先生という、うん、はい、あの方なんですが、その方がこんないい体操、うん、廃れてはいけない、うん、ということで、近藤義郎先生はあの東大のお医者様だったんですが、うん、こんないい体操はやはりみんなに普及をしないといけないということで、うん、医学的にも研究してくださって、うん、あの今日に至ってるんです。そうなんですね、はい、じゃあそれも広めているということですね。はい、あのそうですね、文科省からもあの広めるように言われてますので、あ、文科省から言われてるのね、はい、はい、あの具体的にはなんか体操、体の動かし方みたいなことなんですか。そうなんですよ ね、なんかあの私体硬いんですけれど、うん、あの硬い人は硬いなりに少しずつやっていけばいいということで、あのすごく私が気に入ったのは呼吸法がすごく徹底してやるんですね。31の動作、まあ、はい、あのみんなが分かりやすいように言えばちょっと違う、あの形は違うんですけど、ラジオ体操みたいな、はい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 、31の動作があるんです。それの動作を やることで全身の運動になる、だから健康体操、はい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 、なんか万病克服 あの体操とも言われている。じゃあこの体操を学んで、まあ、例えば毎日とかちゃんとその動きをやっていくと体が整っていくっていう、はい、そうですね、整っていくっていう感じでね、こう治るというか、本来自己治癒力っていうのがみんなあるじゃないですか。それを人に頼るのではなくて、自分で、うん、はい、私がすごく気に入ってるのはあの指のこういう、はい、手もみっていうんですが、ちょっとヒロさん手出していただいて、はい、やっていただいたら、まあ、実演、はい、最初からやるとちょっと時間かかるので、一番私が気に入ってるところ気に入ってるところだけね、はい、はい、あのこんな風にしますね、はい、でこうツボなんですけど、はいはいはい、こう押したり、あ、気持ちいいですよね。気持ちいいですよこれ、はい、いい、でこんな風に公開マッサージ、はいはい、ありがとうございます。こんな風に、きちんとこれツボがあるんです、意味もあるんです。あ、はい、この押してるところにもすごく意味があるんですね、今一個一個。ああ、そうなんですね。もうここだけじゃね、もっと本当そうですよね、だって 31? あ、31は体操なんですけど、この両方というのは別でまたあるんですか、ね、はい、もうあの背中を揉んだりとか足を揉んだりとか、もう本当に奥深いんですけれども、はい、あのこれは、自分で体操できない方のために、はいはい、やる、はい、両方、ね、両方、はい、なるほどなるほど、
もう本当によく研究されていてとても素晴らしいものです。これはどうやってあの受講したりとか施術を受けたりすればよろしいんでしょうか、ね、はい、いや、あの全国に普及してます。じゃああれですか、この名前で、受教術で検索すると、はい、ホームページ、はい、受教術も、はいはい、いろんな流派とか流派、はい、あるんですね、はいはいはい、で私がやってますのはこの公益社団法人受教術普及会といって、はいはいはい、はい、駒込に本部があります、うん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 、そこからいろんなところも全国、あ、自分のお住まいのところの担当の方探してご連絡すると、はい、はい、できるわけですね、はい、あと図書館に私行きましたら、はいはい、自供術で検索するとたくさんの本が出ていってたり、あとあの DVD も貸し出しがあったりするんです、ね、あと YouTube でもたくさん出てますので、そんなにいろんなところで、そうです、だからそれを見て、見ながらやっている方もいますね、はい、すごいすごいすごい、なのでおすすめです。面白い、実は私、はい、あのうつ、はい、うつ病を患ったことが以前、はい、8年前なんですけど、お友達にこんな体操があるから一緒に行かないって言われたのが初めなんですね、はいはいはい、でこの自供術ってちょっと一見な何って感じですね、そうそうそう、もう全然漢字もそもそもこれそうです、ね、読めない、皆さんわかりますこの漢字、はい、自供術、はい、これ、はい、中国の越境の、はいはい、あのからこの取ってるんですけども、はいはいはい、自ら勤める、はい、この経というのは勤める、勤める、はい、実なんですね、はい、ほうほうほう、はい、ここに書いてあるんですけど、はいはい、天の運行は健やかである、人間は健康を保つためには、はい、毎日自ら勤めて休んではならない、うんうんうん、そんな意味があるんですね、ほうほうほう、はい、なんかそんな全然知らないので、はい、なんか怪しいところに私は連れ込まれるんじゃないかと、はいはいはい、思って最初ね、最初、はい、嫌だなと思ったんですよ、うん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 、でそのお友達というのは私の長男、はい、あのもう社会人なんですけども、はいはいはい、長男のお友達のお母様なんですね、うんうんうん、のお母様学校の先生なんですけれども、うんうん、その当時胃がんを患っていて全摘をした後だったんです、うんうん、で学校をちょっとお休みしていた時にね、そう、保健の先生から保健室の先生からこんないい体操があるわよって免疫力を上げたりとか、はい、あとその病後に体力をつけたりするのにこんないい体操があるわよって誘われたんだそうです、はいはいはい、で近所に住んでいらしたので、うん、毎週私を迎えに来るんですね、うん、で嫌だな、最初は、うん、うわ嫌だな、また来たって思ったんですよ正直最初はね、最初は、はいはいはい、私あのうつですから家出たくないんですよ当時はね、当時は出てこない、はいはい、ものすごい心配されて、うん、あの毎週迎えに来てくださったんです、うん、であのご近所のあのふれあいセンターに連れて行っていただいて体操31やるんですけど、はいはい、うわ早く帰りたい最初ね、最初はもうなんかその場にいるだけでも嫌だわっていう感じだったんですけど、うん、やってるうちに、はいはい、なんかこう体が温かくなってきたんです、はい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 、でこれはもしかしたらいいのではないかと思って、うん、追求したくてというかもう本当にその病気治りたい一心で、そうですよね、朝晩、これ朝晩やりなさいという体操なんですけど、朝晩熱心にやったんです、はい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 、そうしましたら、はいはい、そうしましたら今に至って、はい、あの指導員なんて取らせていただきました。そうですよね。これの指導で、そもそもラフターヨガっていうね、なんか笑いが前面に出てくるようなものも、はい、ご自身でやるようになって、はい、そうですよね。それを捉えてくださって、はい、ね、健康を維持するために、はい、もちろん体操もですね、はいはい、笑うことも、はい、両方ね、そうですね。ね、もうだからやっぱり自分の体はきっと自分できっと動かすところは動かしたりとかすると。いいんですけど、うん、今の生活だとほらパソコンだけとかね、スマホだけでこう、うん、じーっと固まってるじゃないですか、はいはいはい、結構肩甲骨をこうね、そう伸ばしたりとか、はいはいはい、そういうなんか、ね、とてもいいですね、そうですね、作業ってみんな皆さん前でやるじゃないですか、ね、あ、やりますね、はいはいはい、そうするとこうなってしまう、こうなっちゃいますね、はい、そうすると息もなかなかね、うん、上手に吸えなかったりしますので、うんうんうん、この体操の中にはこう、はいはい、自然とね開くことが、ね、肩甲骨を寄せるね、はい、いろんな体操があるんですけども、じゃあそれだけ一つやって終わりにしようか、はい、あ、いやですね、私ね体操の話をしたいんですけど、はい、ありがとうテレビなんでありがとうの話を聞きたいんですよ、そうですよね、そうでした、初めてですし ね、最後なんですけど、はい、うんうん、今誰かに伝えたいありがとうをですね、少し思い浮かべていただいてお話しいただきたいんですけども、私からでいいんですか、はい、私もう住んでるんで、そうです、実は2度目なんで、はいはい、じゃあもうあのこの自供術を掘り起こしてくださった、はい、あ、はいはいはい、はい、あのいろんな方いらっしゃるんですけども、はい、私があのお会いした方も、うん、この
先生、近藤義郎先生と、はい、あと幸代夫人、はいはい、もうがいらっしゃらなかったら、はい、この自供術という体操は今、はい、なかったと思うんですね、うんうんうん、でも本当にこの体操に救われている方たくさんいらっしゃる、うんうん、もう私もちろんなんです、はい、私もこの体操に出会ったことで今がある健康でいられるので、はい、もうぜひあのお二人に、はいはい、ありがとうと。じゃあ改めてカメラの前で ありがとうなんて言ったら、はい、ちょっと恐れ多いぐらいの素晴らしい方なので、はい、どうしましょう。どうしましょう。ありがとうございましたで、ね、でも、はい、はい。じゃあぜひ改めて伝えていただければと思います。はい、もうあの近藤義郎先生と幸代先生のおかげで今日元気な私がおります。本当に素敵な自供術を掘り起こしてくださってありがとうございました。ぜひ皆さんもこう、はい、今日ねこれ見てらっしゃる皆さんも、うん、いいですよ。はい。今日ぜひね体験してみたいですね。体験、はい、体験してください。はい。はい、ということで今日はですね。ハッピーワゴちゃんと、はいはい、西澤美穂子さんと、はい、あとまたさっきテレポートで言ってしまいましたけども、はい、あの池田さんと、はい、でお送りいたしました、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあまた最後は手拍子で終わりたいと思います、はい、ほっほっは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 っ最初